備前邸に初めて来たのは17年ぐらい前。20年前ぐらいになるんですかね。備前邸のスープができたのは自分のその作る時に教えてもらったのは本だね。それが私の師匠。東京ラーメン、醤油味の東京ラーメン。本当にこのスープがもうね。食べに来たらマスターから今度こうするんだけどって言われて、あ、じゃあ行く行くみたいな。まあ映画のこと言えば、まあお客さんが喜んで、あ、なんか嬉しそうな顔して美味しかったで帰るのかな。嬉しいとこかな。そんなとこだろうね。もちろんやっぱそのね、ラーメンが美味しくて来てるんだけど、やっぱね、その味だけじゃないものがここにあるんで、ここでまた違う仲間もできたりしてて、それは本当にこのお店とマスターのおかげだと思ってる。